え、今日は沢郡、沢郡じゃねえか、伊勢崎市か、伊勢崎市ですね。やはりお参りに来てくれた人がいて、その人といろいろ話したんですけど、まあ、ここが、まあ、後から作った墓みたいですね。で、本当のお墓は、これですね。で、なんか角が削れてるんですけど、これはなんかこれを削ってそれを持っていくとギャンブルで勝てるという話を聞いたことあるんですが、多分お参りに来た人もそんなこと言ってたんで、多分そうでしょう。で、この周り、まあ、お墓なんですけど、お寺の名前はちょっと忘れましたね、今歩いてる人が一緒にお参りした人です、ね、いやー、まあ立派ですよね。これはね、後からできただけあって、まあ天気は良くて良かったです。だからこれはあれなんじゃないですかね、多分作った人のお名前とかが書いてあるわけで、昭和61年3月吉日か、橋梁八木節会、まあ、八木節ってなんか関係あるんだろうけど、後で調べないと分かんないですけど、桐生市のあれが載ってますね。まあ、ここは昔沢郡東村なんですけど、今伊勢崎市、伊勢崎市何なんだか分かんない、まあ、とりあえず今は伊勢崎市になってます。はい、こんな感じです。